ピーザクレステンスン村は、デンマークのバイオリニスト、音楽教師。現在は、オアドロップ墓地で眠りについている。村は、カール・ニールセンのバイオリン競奏曲に霊感を与え、村の誕生日であった1912年2月28日に、公共曲第3番と同時に同作を初演した。さらにオスロ、ストックホルム、パリ、ベルリンや、その他の場所でも独創パートを担当している。 彼のまばゆいばかりの技術が、レパートリーの中に地位を築くことを助けた。また、ピアノのアウネス・エズラ、チェロのルイ・エンスンと共に、アウネス・エズラトリオで、室内楽奏者として活動することもあった。村は、パリで15年暮らした後、1910年に、デンマーク王立管弦楽団に入団した。また、デンマーク音楽アカデミーで教鞭をとっており、同校でバイオリンを教えた。 デンマークの作曲家である、クヌーズ・オエリスエアの最初の作品、弦楽四重奏曲第1番は1919 19年に、ピーザ村四重奏団によって初演された。村の死後、ピーザ村室内音楽記念基金が創設され、村の誕生日を記念して1944年2月28日に、500クローネを授与している。ありがとうございます。